おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は山田か町改造エレキギター感電死事故などについて解説するわ。か、感電死。そんなことってあるのか？これは私たちにも起こりうることよ。注意喚起のためにも魔理沙にはしっかり聞いてほしいわ。むむー、そうなのか。じゃあ心して聞くぜ。ぜひそうしてちょうだい。解説していくわね。ゆっくりしていってねー。そもそも、山田か町さんって誰なんだ？まずは山田か町さんについて話していくわね。山田さんは1960年、群馬県高崎市で誕生した画家であり詩人よ。ふむ、群馬県出身の人なのか。変わった名前だけど、芸名なのかな。か町は本名で、由来は終戦直後に両親が読んだ歴史小説、輪島誠一著日本歴史物語の主人公の名前にちなんだものなの。日本歴史物語？それはどんな話なんだろう。かまちという少年が石器時代を舞台に活躍するというストーリーね。両親は終戦直後だったため、この少年のように新しい時代を強く生きるようにという願いを込めたそうよ。なるほど。当時の日本の情勢が関係した名前だったのか。ご両親のかまちさんへの思いがよくわかるぜ。本当よね。かまちがひらがな表記なのは、かまち自身が自由に漢字を当てられるようにという意図があったらしいわ。ほう。かまちさんの意思を尊重しようとする気持ちが強かったんだな。山田さんが入学した高崎市立倉賀の小学校の同級生には後にボーイとして活躍する氷室京介さんや松井恒松さん、ソプラノ歌手の出来田美智子さんがいたわ。なんだと。すごいメンツだ。山田さんは画家で詩人ということだったし、芸術の才能がある人が多い地域なのか？そう思ってしまうわよね。山田さんも例外ではなく、その頃から絵が上手だったの。小学校3年生の時に東京芸術大学出身で、後に新島学園高校の美術科非常勤講師となる竹内俊夫さんがクラス担任となったわ。おお、山田さんの才能を引き出してくれそうな先生だ。山田さんは当時の冬休みの宿題で動物の絵52枚をなんと1時間余りで描き上げたのよ。竹内さんはこの作品を保管し、貴重な作品として高崎市山田か町美術館に残しているわ。ナイス判断だ。竹内先生は山田さんの才能を認めていたんだな。1973年、高崎市立倉賀の中学校に入学した山田さんは天文学に興味を抱きつつ、ビートルズなどのロックミュージックに夢中になるの。氷室京介さんや松井恒松さんとバンドを組んで練習していたこともあったわ。うわ、なんと豪華な。そのクラスにいたかったぜ。そんな山田さんだけど、高校受験に失敗して浪人することとなるのよ。前橋市の英数学館に通いながら、この時期に多くの水彩画や素描、詩、物語、漫画などを残したわ。浪人中にも芸術活動を続けたのか。山田さんにとって絵を描いたり詩を書くことは生活の一部だったんだろうな。山田さんは僕には24時間では足りないよというのが口癖だったそうよ。確かに、やりたいことがたくさんありすぎる、って感じだぜ。努力の甲斐あって、山田さんは1977年に群馬県立高崎高等学校に入学。学園祭では友人らと映画を作成し出演するなど高校生活を楽しんでいたわ。まさに青春。眩しいな。ところがこの年の8月に山田さんに悲劇が起こるの。あ、もしかして。当時山田さんは自宅でエレキギターを練習していたんだけど、その際に亡くなってしまったの。このギターは17歳の誕生日プレゼントだったそうよ。それは切ないぜ。でも、動画の最初で感電死と言っていたよな。これってギターが原因の事故だったのか？山田さんの死後、母親が出版した本には改造したエレキギターの電源コードが原因の感電死と記されているわ。ただ、この本はノンフィクションの人物伝として書かれたものではないため、様々な点で創作箇所があると指摘されているの。真実は闇の中、ってわけか。ギターアンプが原因だったんじゃないかと推測している人もいるわ。アンプ？どういうことだ？当時は外国製のギターアンプはとても高価だったこともあり、山田さんは粗悪な国内品や中古のラジカセを改造した自作のギターアンプを使っていた。それがアンプ内の絶縁不良により、シールドを介してギターに膨大な電流が流れたんじゃないか、というものよ。ふむ。とは言っても、どれも予測の域を出ないものよ。自殺説もあるけれど、本当のことなんて誰にもわからないわ。そうだな。いずれにしろ、惜しい命をなくしてしまったぜ。しかしながら、山田さんの死後にはいくつかの展覧会が開催されたの。1981年に前橋市で山田か町海外作展、1989年に高崎市の画廊で山田か町水彩デッサン展が開催されたわ。死後もなお山田さんの作品は世の中に影響を与え続けたんだな。さらに1992年、山田か町水彩デッサン美術館が開館したのよ。
同年12月に悩みは茨のように降り注ぐ山田鎌町市画集が刊行され、1990年代初期には全国各地で話題となったわ。わは？影響力は地元だけでなく、日本全国にまで及んだのか。それほど人の心をつかむことができるだなんて本当にすごいぜ。そうね。山田さんの作品は美術や現代国語、社会の教科書などにも掲載されるほどだったから、どれほど素晴らしいものだったのかがわかるわよね。山田さんの思いは作品を通じて、人の心を動かしているんだな。それ以降展覧会は開催されていないのか？もちろん開催しているわよ。生誕40周年を記念した2000年には巡回展が全国各地で開催され、鎌町現象とニュースになっていたわ。ほう。時代を超えて愛され続けているんだな。2004年、母親である千鶴子さんが執筆した鎌町の海を原作にした伝記映画鎌町が公開されたの。2014年には山田鎌町水彩デッサン美術館が高崎市の市営施設となり、高崎市山田鎌町美術館に改称したわ。これだけの才能を持った人が亡くなってしまうなんて、本当に残念だ。でも霊夢、感電事故だなんて滅多に起こらないんじゃないか？実は感電死によって命を落とす人は少なくないの。いくつか事例を紹介していくわ。知らなかった。ぜひ頼むぜ。一件目は2018年、ロシアでの事故よ。12歳のクセイニアさんは放課後、バスケットボールをした後に帰宅。その後お風呂に入ったわ。バスケをして汗をかいただろうからな。すぐお風呂に入りたいという気持ちはわかるぜ。その時、母親は夕飯の準備をしていたんだけど、浴室があまりにも静かなので様子を見に行ったの。そこで浴槽の中で頭を湯に沈めているクセイニアさんを発見したわ。クセイニアさんは無事だったのか？驚いた母親はすぐに救急車を呼び、駆けつけた隊員らが彼女の蘇生を試みたものの、残念ながら亡くなってしまったの。なんと、お風呂に入っていただけなのにどうしてそんなことになってしまったんだろう。母親によると、クセイニアさんは浴室で音楽を聴いていたそうよ。そして、スマホの充電がなくなってしまった。ふむ。それで？クセイニアさんはスマホを充電するため、浴室の電源にスマホのケーブルを差し込んだの。それだけで感電してしまうものなのか？不幸にも充電中のスマホが浴槽内に落ちてしまい、それによって感電死してしまったようね。クセイニアさんは即死であったことがわかっているわ。へ。そんなに激しい電流が流れるのか。ええ。この事故はモスクワ地域調査委員会により調査されたそうよ。ネット上では浴室でスマホを使うリスクの大きさを子供たちに教えるべきという声が多数上がり、お風呂にまでスマホを持ち込むことに対して問題視するコメントが多く見られたわ。確かに、お風呂に入るときくらいはスマホから離れた方がいいように思えるぜ。残念なことに、2件目の事故も同様のものだったの。むむ。それもロシアでの事故なのか？いいえ。アメリカのニューメキシコ州での事故よ。14歳のマディソン・コーさんは浴室にスマホを持ち込み、延長ケーブルに繋いで浴槽近くのタオルの上に置いていたそうなの。この事故でもスマホを充電していたのか。そうよ。彼女はこの様子を写真に撮り、延長コードを使えば入浴中でも充電できるというメッセージを友達に送っていたわ。お風呂に入りながら写真。この子もスマホが手放せなかったんだな。残念なことに、これが彼女の最後の言葉になってしまったのよ。警察の捜査結果では、コウさんが入浴中に浴槽の中で感電死したと結論付けられたわ。彼女は写真撮影から1時間以内には亡くなっていたそうね。まさかお風呂での友達とのやりとりが最後になってしまうだなんて思いもしなかったろうな。彼女もスマホをお風呂に落としてしまったのか？当初はスマホが浴槽の中に落ちていたと報道されたんだけど、その後の調査ではスマホは水面に触れていなかったことが判明したのよ。水に触れていないのに感電？そんなことってあるのか？警察によると、浴槽の中にいた高さんは延長コードが傷んでいることに気づかず、それに触れてしまったと見ているわ。彼女がスマホを持っていたと思われる方の手には火傷の跡が残っていたの。コードか、それは盲点だったぜ。自分も気づかず使ってしまうかもしれないな。でも霊夢、一つ疑問があるんだが。何かしら？ロシアの事故にしろ、アメリカの事故にしろ、お風呂で充電ってどういうことなんだ？日本人の私たちからすると不思議に思うわよね。実は、海外では洗面所とお風呂が繋がっていることが多いの。へえ、知らなかったぜ。文化の違いだな。そうね。このため、お風呂の中にいても延長コードを使えば洗面所のコンセントを利用することもできるってわけ。なるほどな。と言っても、お風呂で感電だなんて本当に不思議だぜ。いまいちピンとこないだろうから、改めてきちんと説明するわ。感電というのは、何らかの原因により人体に電流が流れてショックを受けることを言うの。ふむふむ。それは理解できるぞ。人体への影響は電流の大きさや流れた時間、電流が通った経路によって大きく異なるわ。ほほう。静電気はどうなんだ？
良い質問ね。冬場によく起きる静電気は、数ミリアンペア程度の非常に微量な電流よ。これが一瞬流れるだけだから、パチッと痛みを感じるくらいで済むの。その電流が大きいとただじゃ済まないってことか。その通りよ。電気を通しやすい水分がたっぷりの湯船に充電中のスマホを落下させた場合、なんと50ミリアンペアを超える電流が体内に流れると言われているわ。静電気の10倍だな。と言っても、どれくらいかイメージしにくいんだが。電流は5ミリアンペアを超えると耐えられないほどになり、50ミリアンペア以上であれば生命が相当危険な状態になるそうなの。へ。じゃあ、お風呂で感電死というのはあながち珍しいことじゃないのか。水と電気は危険な組み合わせなんだな。そうよ。水と電気の関係を詳しく説明するわね。感電に大きく関わってくるのが電気抵抗という数値よ。この数値が低ければ低いほど、感電した時に受ける被害が大きくなるの。ふむ。静電気が起こるとき、電気抵抗はさほど高くないってことか。そう考えて良いと思うわ。人間の電気抵抗は体内の内部抵抗と皮膚の接触抵抗を合計した数値よ。内部抵抗は約500オウム、接触抵抗は2000から5000オウムが一般的なの。それで、人体に流れる電流はどうしたらわかるんだ？電圧割る内部抵抗足す接触抵抗イコール電流という計算式で導くことができるわ。家庭で使用されている電気の電圧は 100V が一般的よね。人間の電気抵抗を4500オウムと仮定した場合、どれくらいの電流が体内に流れるかしら？100V 割る4500オウムだから、約 0.2 メートルアンペアか。これくらいならさほど影響はなさそうだな。ところが、肌が水に濡れている場合、接触抵抗は高くても300オウムほどに下がってしまうの。え？さっきの説明だと、接触抵抗は2000から5000オウムという話だったよな。水に濡れるだけでそんなに下がってしまうのか。ええ、感電の際に流れた電流が微弱だったとしても、肌が濡れていたらその被害は甚大なものになってしまうわ。もし手が濡れている状態で感電した場合、100V の電圧であっても 125mA もの電流が体に流れることになるわよね。命に関わる数値だぜ。でしょ。体が濡れた状態での感電がどれだけ危険がわかったかしら。うむ。想像しただけで苦しくなってきてしまった。マリサもお風呂でスマホをいじったりしないようにしてね。今回の事故に限らず、自分だけは大丈夫だなんて思わないことよ。霊夢の言う通りだな。気をつけるようにするぜ。亡くなってしまった方のご冥福をお祈りいたします。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。